マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはこんなことないですか？健康診断で体重も増えたけれども、それプラス中性脂肪値も高くなってますねっていうね、こういう一言言われた経験ないでしょうか。でもね、そんなこと言われてもどうやったら中性脂肪値を抑えることでできるのって思いませんか？そこでこの動画をご覧いただきますと、体重も落とせてなおかつその血液中の中性脂肪値も抑える方法がわかるんです。もしあなたが痩せたいプラスせっかくだったら中性脂肪値も抑えていけたらいいなってお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、中性脂肪を抑えて痩せるお茶をお伝えしていきます。ではこの動画のお話の流れはこちらです。1つ目、痩せるポイントとは。2つ目、おすすめのお茶を具体的に私がセレクトしておりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは1つ目の項目です。痩せるポイントということで、このお茶を飲むとどんな痩せるポイントがあるのかということなんですね。まずベースはあなたの腸内環境に負担をかけないノンカフェインのお茶になるからなんですよね。やはり痩せたいのであれば、私の観点から言いますと、やはり腸がベースなんです。あなたの腸が健康で綺麗にね、いつも思いっきりですね働いてくれていれば、やっぱり痩せ体質になることができるんですよね。その時にカフェインがたくさん含まれているものを飲みすぎてしまいますと、腸がね動かなくなってしまうんですよね。ですから痩せたいな、健康になりたいな、そして特にストレスが多く溜まってらっしゃる方、夜なかなか寝れないという方は、やはり普段からカフェインが強い飲料、飲み物はお休みした方が結果が出るのが早いんですね。ですからやはりダイエットの面で考えても、ストレスケアのことを考えても、ノンカフェインのお茶がおすすめなんですよ。そしてもう一つあるんですけれども、やはりこのお茶を飲むことで脂肪の蓄積をその抑えてくれる効果がある。プラス冒頭でお伝えしました通り、血液中の中性脂肪値ですよね、やはりこれをいかに早く抑えるかどうかで体脂肪へとね溜まっていくのを防げるわけですから、ここがポイントになってくるわけですね。それでは2つ目の項目です。では先ほど項目1番でお伝えした条件を満たしたお茶とはどんなお茶なんでしょうか、ということで今回私が選んできたのは、私が大好きなお店の無印良品さんで見つけてきました、こちらになります。雑穀のお茶、国産小豆茶ということで、3g×10袋入っています。で、国産の小豆を使ってくださってるんですよね。でそれをじっくり焙煎して、もう本当に風味を引き出しましたって書いてますが、とってもね香りがいいんですよ。そして小豆の香りと甘みがあるノンカフェインのお茶です、ということで選んできました。でこの無印さんのですねお茶、本当にこう飲みやすいですし、こう使いやすいんですよね。こんなね手のひらサイズなのでこう10袋も入っていて、で飲み方なんですけども、お湯がですね 100ml に対してこのティーパックを1ということなんですが、結構ね作ってみたらこう熱々のお茶で作りますと、もう私は 200ml でももう十分じゃないのかなっていうぐらい煮出せますので、ぜひね試しに作ってみてください。まあ、味のねお好みあると思いますので、私は自分の中では 200ml に対して一歩使ったんですけれども、そこのあたりはねご自分で調整してみてくださいね。でこの小豆茶の効能なんですけれども、脂肪を、まあ、溜め込むのを、ね、抑えてくれますし、また気になるその中性脂肪値であったりコレステロール値もね抑えてくれる効果があるんですよね。そしてまた嬉しいのがむくみ改善の効果もあります。女性にとってはね、あの本当にむくむと体型が変わって見えちゃうって、これ嫌ですよね。もう私のねクライアントの方にもいらっしゃるんですけども、その見た目です、体重はそんなに変わってないんだけれども、むくんでることによって太って見えちゃうとか、なんかこうすっきりとお洋服を着こなせなくてね、さっとこう身にまとえないっていう、そういうねこう残念な結果になりますよね、むくんでますと。なのでこの小豆茶を飲まれますと、そういったむくみ改善効果もありますし、何よりももし健康診断今後ね
今年中に控えてらっしゃる方なんかは特にもう今年こそはね中性脂肪値が去年より下がってますねとかねお医者様に言われるくらいやっぱり体質改善していただきたいですし、もちろんね体重が落ちるのも嬉しいんですけれども、何よりもやっぱ健康体であること、その時にやはり血液中にこういった中性脂肪値が高いとかコレステロール高いですねってこの健康上の問題を抱えてらっしゃる方っていうのは、まずこの小豆茶を飲んでみてくださいね。そして最後にさらにこの小豆茶を飲むことで痩せる効果をアップさせる飲み方についてお伝えして終わっていきたいと思います。私はどうしてるかと言いますと、とにかくホットなんですよ。例えばこれを作った後に冷蔵庫で冷やして氷入れて飲むって、ね、そんなことしないんですよね。なぜかというと冷たい飲み物食べ物を飲んだり食べたりしてしまいますと腸が冷える、でこれすごくねダイエットの敵なんですよ。もうこうしたちょっとしたことでダイエットが成功しやすくなる、加速するか全然経過が出せないかって、ここすごく分かれ道なので、このお茶に限らずまずはですね冷たいものは控えましょうなんですね。そしてただ、まあ、ノンカフェインですし美味しいですしねおすすめなんですけども、じゃあ一日中このお茶をですね2リットルも飲むのかって、そこちょっと違うんですよね。やはりお茶ですからお水と違います。多少なりとも胃と腸とかねやっぱり消化吸収しないといけない、その仕事が増えるわけですから飲みすぎは注意なんです。ですから私も1日にとる水分の8割から9割はもう天然水なんですよ。で残った1、2割をこういったお茶系、まあ、別のドリンクに置き換えて飲んでますから、ぜひ飲みすぎには注意してくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回おすすめしたかったお茶はこの小豆茶です。で特に手軽に皆様のね地域でも手に入るかなと思って、今回は無印良品さんの国産の安全のね小豆を使ってくださってるお茶を選んでみました。ぜひね無印さん近くにございましたら、このあったあった爪川先生が言ったこの国産小豆茶ねっていうことでね手に取って、日頃のあなたのダイエットにぜひお役立ていただければ嬉しいです。今回の動画のお話ポイントは、まずはノンカフェインであること、腸に負担をかけない飲み方で、おすすめしたいお茶は小豆茶ですよでしたね。ぜひすぐに取り組んでみてくださいね。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。